ーサイドストラトジー。この番組では毎月行われる波動マスターズカップから1試合をピックアップして、その中に隠された戦略を紐解いていきます。波動マスターズカップは日本ランキング1位から16位、トップチームのみ出れる大会となっております。ご案内は私、波動クルーの山部佳純です。よろしくお願いいたします。それでは早速今回のピックアップ、1月31日に行われた波動マスターズカップシャープ22から、予選のアークエース対ミスタの試合をお届けしたいと思います。さあ、というわけで今回のゲストはアークエースより光輝選手です。光輝選手どうぞ。光輝選手はアークエースの中でどういったポジションを任されてるんですか？はい、タンクというシールドを扱うポジションを今やっています。アークエースが基本戦略といいますか、戦略として重きを置いているものとかがあれば、ちょっと最初に簡潔に教えていただきたいなと思います。はい、簡潔に言ってしまえば、序盤は耐えて耐えて後半に巻き返していくというようなスタイルになります。早速それ踏まえながら試合を見ていきたいと思います。今回は対戦でミスターと戦っている試合をピックアップさせていただきました。はい、まあね、ミスタもシールドのプレイヤーがいる形で、はい、それとかって予想はされてました？そうですね、予想はしてました。やっぱり分かるんですね。はい、しかしなんかどっちも全然シールド張ってこないですね。そうですね、どっちも粘ってますね。わ、フルアタッカーの試合みたいな。そうですね、パッと見そういう風に見えますね。見えますよね。これがさっき言ってたその序盤は耐えて耐えての部分になるってことですよね。はい、序盤はシールドを使わない、避けるっていうような形ですね。ミスターは最初にシールド張ってきたじゃないですか。はい、まあ、そうなると点数を取られちゃうリスクもあるわけじゃないですか。はい、それでも張らない序盤は。そうですね、やっぱりシールドを残しておいた方が後半に強くなれるので、はい、そこはあとは味方を信頼して避け切ってくれる。あー、シールドがなくても相手が張った状態でも避けてくれるぞと。はい、結構その個人能力といいますか、はい、回避力に左右されるというか。そうですね、はい、なんか意外とパワープレーといいますか。そうですね、この部分はそうなるかなと。真似しようと思った時に、はい、まず避け能力を、はい、そうですね、そこはもう基本だと思ってます。さすがなんか日本ランキング1位といいますか、さすがの試合ですね。はい、では引き続き試合見ていきたいと思います。ミスターがデコシールド貼られて、はい、ここで先にでも失点をしてしまうんですね。そうですね、はい、ここは、はい、すぐ張り返してきましたね。はい、ここはもう張っていいと思いました。これなんで張っていいと判断したんですか？はい、ここはもうすでに1枚シールドの有利を取れているっていうところと、あとは先に失点をしてしまったっていうところで、これ以上失点のリスクを取るわけにはいかないので、もう先に使ってしまおうと。なるほど、その残りの枚数の優位を考えてるわけですね。そうですね、はい、やっぱり多い方がいい。それはもう当然ですね、多い方が後半やっぱり楽に試合展開進められる。なんかここはもう貯金みたいな。そうですね、言うなればもうそういうものだと思います。味方が失点したことに今気づいてるわけですもんね。そうですね、もう点が動いてるのは気づいてます。なんかこう すごく短い間でもめちゃめちゃ考えること多いですね。そうですね、ちょっと情報量が多いので常に頭回してます。試合の中で、まあ、この時は重きを置くのがシールドの枚数の優位。そうですね、この時はそうでした。はい、ちょっと引き続き、試合のじゃ続きを見てみましょうか。まあ、こうお互いが1対1にこのシールドを使って持ってったっていう感じでいいんですかね。そうですね、はい、それでもまだお互いやっぱり次の1枚をためらいますね。はい、そうですね、ちょっとポイントとしてここかなり大きいですね。はい、しかしこの残りがまあ28秒あたりで、はい、貼ってきました。はい、これなんでその相手チームミスターが貼ったシールドと同じ場所に被せるように貼ってきたんですか？はい、これは、まあ、波動では結構基本戦術になってるんですけども、うん、やはり距離が一番近い選手が落ち着いてシールドに対して対応ができるっていうところが一番ポイントとしては大きいかなと。はあ、なるほど。今までこう使わなかったじゃないですか。はい、こう耐えて耐えて、はい、このぐらいこれで使い始めるっていうのは、はい、序盤とまた戦略が変わってきてるタイミングなんですね。そうですね、はい、変わってきてます。序盤で残したシールドを使って点を取るっていうような。はあ、なるほど。じゃあここからはまあお互いシールドを使っていく展開が見えるということですね。はい、そうですね。確かにその、まあ、先ほどと違って相手が張ったらすぐ張り返すっていうのが非常に目立ちますね。はい、そうですね、はい。さあ、ちょっとまたこのどう、はい、気になったことがあるんですけど、はい、
まあ、今相手チームと比べてシールドが割と後ろの方にあるなっていうのは思うんですけど、はいはい、これは意図的にやってます。まあ、簡単に言ってしまえばリスクを失点のリスクを減らすっていうところが目的ですね。まずはやっぱりシールドを張るプレイヤーが前に行くことで相手との距離が詰まってしまうので、はいはいはい、そこで点を取られてしまうっていうポイントと、あとは味方のプレイヤーが相手との距離が開くので、はいはいはい、そこで、まあ、失点されるっていう可能性が減る。ああ、なるほど。私だったらもっと点差広げてやろうって思って、はいはい、前に張ろうかなと思うんですけど、はいはい、アクエスさんはない。そうですね、まあ、特にこの試合に関してはもう味方がどちらもライフ1枚だったっていうところで、はいはいはい、無理はできない。そうですよね、先ほど話したそのライフの残り枚数も見ながら、はい、この今の状態を、まあ、一言でこうタイトルつけるとしたら何になりますか？はい、逃げ切りのシールドを後ろに貼るっていうところですね。なるほど、逃げ切るために攻めるのではなく後ろに、はい、じゃあ残り10秒で試合どうなるか最後見ていきましょう。確かにこのシールド使って点差をさらに離してますね。そうですね、はい、その前半の貯金といいますか、はい、それを毎回そのタンクの選手がこう決めてるわけじゃないですか、試合中に、はいはい、めちゃめちゃいっぱい考えることありません？でもめちゃくちゃありますね。そうですよね、はい、もう試合中常に頭フル回転です。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは、アークエスより光輝選手でした。ありがとうございます。次回の波動インサイドストラトジーは、どのような戦略が見れるのでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。